台湾目線、侍ジャパンが負けた理由。野球の国際大会、プレミア12決勝が11月24日に東京ドームで行われ、日本代表は台湾に0対4で敗れ、連覇はならなかった。両軍無得点で迎えた5回、先発した戸郷翔征が2本の本塁打を許して4失点。日本打線は4安打と沈黙し、1点も奪えなかった。ここまで8戦無敗、国際試合で27連勝を誇った日本が、最後に台湾に敗れて力尽きた。試合後、侍ジャパンを率いる井端弘和監督は、負けたのは本当に全て私の責任だと思っていますと厳しい表情を浮かべた。試合直後には、井端やめろが X でトレンド入りし、その話題は台湾にまで広がった。台湾メディア、トブブス新聞網は、日本のファンは敗北を認め、台湾を祝福したが、インターネット上では、侍ジャパンの敗戦の責任者として、井端監督を名指しする批判の声も上がったと伝えている。同メディアは、継投ミス、日本が負けた主な理由は、戸郷を交代させなかったことだったと報道。日本は決勝戦で、先発した戸郷の状態が悪化し始めた時、ピッチャーの交代をしなかった。井端弘和監督の継投策に大きな問題があったと戸郷の変調を見抜けず、そのまま続投させたことが敗戦を招いたと指摘した。記事では、台湾放送局、リークの野球解説者、潘育氏が語ったコメントも紹介。戸郷は5回に、ウィンにソロホームランを浴び、さらにワンアウト1、2塁のピンチで打撃状態の良いチェンと対峙した。しかし、井端監督はブルペンを無視し、戸郷はフィールドに残されてしまったと、その時の状況を伝えている。さらに潘育氏は、この時、ブルペンには2人の左投手がいた。1人は鈴木翔太、もう1人は隅田知弘だ。だが、左投手と左打者の組み合わせは存在しなかったとコメントし、3番のチェンから5番の潘と左打者が続くところで、左投手の鈴木、もしくは隅田をぶつけてもよかったのではないかと持論を述べた。井端監督の采配は勝負のポイントとして、優勝した台湾のメディアでも話題となっているようだ。台湾のコメンテーターはちゃんと指摘していますが、なぜか日本では物分かりの良い発言ばかりです。勝負なので仕方ないですね。たられば言えばきりないし、次に期待しましょう。試合前に優勝おめでとうとかいう選手の緩みだろう。台湾の方が必死だった。そもそもプロチームの監督未経験者が日本代表の監督になるのがおかしい。前からやけど。戸郷同行より4安打しか打てない打線の問題。打者にどんな工夫があった？決勝に至るまでの評価もしろよ。決勝は点を取られた。点が取れなかった。そういうかと。まあ系統を考えるのは投手コーチだと思うけどな。投手出身の監督じゃないし。試合が終わってからあれこれ批判しても仕方ない。結果が全てと感じます。井端は過去の実績しか見ない方程式で臨機応変の采配ができない。それが敗因の全てよ。最後なんだし、第2先発など早めの系統で総力戦で臨むべきでしたね。